Good afternoon. My name is Daichi Fukui from Toshiba Corporation. All of my slides are written in English, but please let me speak in Japanese. マルチキャストで組み込みリアルタイムでマルチキャストのビデオストリーミングをするということで発表をさせていただきます。まずそのマルチキャストのストリーミングをしようと思った経緯について説明をさせていただきます。 皆さんもご存知の通り、マルチキャストネットワーキングという技術が知られておりまして、一つのIPアドレスで複数の特定のクライアントホームページにパケットを送ることができるという技術で、 IP アドレスとしては24から239のアドレスが予約されています。一方、 ビデオストリーミングという技術も皆さんご存知の通り広く使われておりまして、ネットワーク経由でビデオを配信して、クライアントで再生するという方法で、クライアントではそのビデオをあらかじめ保存しておく必要がないという技術でございます。で、これらを組み合わせて IoT の環境向けにマルチキャストストリーミングをしたいという需要がありまして、 これを使うことで、複数の、例えば IoT 向けの組み込み機器で、ビデオのマルチキャストストリーミングができまして、同時に再生することができるというものであります。で、今、Linuxの組み込み環境でマルチキャストストリーミングをしたいと申し上げましたが、果たしてそれが本当にできるのかということを、 この調査で説明させていただきたいと思います。まずその Linux でマルチキャストストリーミングをするためのソフトウェアが何が使えるかということを探し見つけまして、このソフトウェアにどのようなパラメータを与えればよいかということを調べていきたいと思います。で、組み込み環境向けということで、 ラズベリーパイを使ってマルチキャストストリーミングの環境を構築したいと思います。ラズベリーパイを使うということで、比較的安価な安いボードでストリーミングの環境が構築できる。比較的汎用的なボードなので、特殊なプログラミングをする必要はないというメリットもあります。 で、組み込み環境向けということで、あまりリッチな CPU パワーとか GPU パワーがありません。というわけで、組み込みの環境で、どの程度ストリーミングの配信と再生ができるのかということも、合わせて調べていきたいと思います。まずソフトウェアについて、説明をさせていただきます。 Linuxオープンソースソフトウェアとして様々なストリーミングのアプリケーションが開発されています。で、私が調べただけでもこれだけありまして、実際にはもっとたくさんあるはずです。で、これらの中で今回は VLC と FFmpeg を調べていきたいと思います。これを選んだ理由としては、 どちらも広く使われている、様々なプロジェクトで使われておりまして、ドキュメンテーションも充実している。メモリーもそれほど要求しない。で、あと、パラメータ、実際に使ってみて、パラメータを与えるのは簡単であり、複雑なパラメータを与える必要はないという点が、 適切であると考えられました。で、ソフトウェアは選定できまして、評価環境として、まず PC を4台用意しまして、ラズベリーパイを1台使うという環境にいたしました。ラズベリーパイは少し古いんですけど、バージョン1の Type B を使っています。で、サーバー、後で詳しく説明しますが、
サーバーを PC としてクライアントを、PC とラズベリーパイという環境になりました。で、次にネットワークの環境をどのように構築したかということで、マルチキャストのストリーミングということで、224のマルチキャストアドレスを使いまして、ご覧のようにサーバーとクライアントをスイッチングハブで、ご覧のようにつなげて、マルチキャストのネットワーキングの環境を構築いたしました。で、先ほど VLC と FFM というのソフトウェアを選んだということで、サーバーでは VLC または FFM というで、動画を配信しまして、その時の、性能を評価します。またクライアントでは VLC を基本的に使うのですが、ラズベリーパイだけは後で説明いたしますが、GPU を使う必要がありまして、 GPU を使わないと正しく動画が再生できないということが分かっています。というわけで OMX プレイヤー、 VLC ではなくて OMX プレイヤーというプレイヤーでストリーミングを再生します。で、この OMX プレイヤーですが、先ほどただいま申し上げました通り、デフォルトで GPU を使うことができるハードウェアアクセラレーティブのプレイヤーになります。で、もちろん、ラズベリーパイでも VLC を使って動画を再生することはできるのですが、リアルタイムに動画を再生するということで、デフォルトでハードウェアアクセラレーティブになっていない、 VLC はデフォルトではハードウェアがアクセラレーティブになっていないということで、 OMX プレイヤーを使います。で、この OMX プレイヤーはラズビアンのパッケージとして取得が可能で、オープンソースのソフトウェアになります。で、以上でネットワークの環境とソフトウェアを使う環境が構築できまして、ネットワークの帯域がバンドウィデスが どの程度あるかを確認します。こちらは iPerf を使って UDP パケットを飛ばして、どれぐらい受信できるか、どの程度受信能力があるかを評価いたしました。で、送信側受信側を用意いたしまして、送信側はちょっと非線形になりますが、10、20、30から 100Mbps と増やしていきまして、でその後200、400、800と増やしていくという形に方法になります。でこの時の、ネットワークの帯域を表示するということで、コマンドはご覧のようになっています。で、 iPerf を使って評価したということで、上が PC、下がラズベリーパイで評価した時の結果になります。 PC の時は順調に送信側のビットレートを上げれば受信側のビットレートも順調に上がっていくのですが、受信側は 766Mbps で頭打ちになるということが分かりました。一方、ラズベリーパイは、もう少し性能が低いものとして、送信側は 60Mbps になると、そこで受信側は頭打ちになりまして、ラズベリーパイの、ネットワークの帯域は最大で 57Mbps であるということが分かりました。で、以上で準備が整いまして、マルチキャストのストリーミングを実際にやってどの程度の、性能が得られるかどうかを評価します。で、サーバー、先ほどの図にもあった通り、サーバーでは VLC と FFM を使う、でクライアントでは VLC を使って、ラズベリーパイだけは GPU を使うために OMX プレイヤーを使うという仕組みになります。ね、この時の CPU の使用率とネットワークの負荷を評価します。
で、CPU とネットワーク負荷の評価方法は次の通りです。トップコマンドとリスタートコマンドを使用します。で、動画を配信するということで、動画の説明も簡単にさせていただきます。こちらは、水中の動画をでありまして、オープンになっているものを選ばせていただきました。ビデオのビットレートとしては、およそ 15.4Mbps になります。で、これを、先ほどのマルチキャストのストリーミング環境で配信して、どの程度の、性能が得られるかを評価します。で、VLC と FFmpeg で配信をするということで、その時のコマンドについても、簡単に説明させていただきます。後ほど説明いたしますが、VLC をサーバーで使うときは、ビットレートを 2Mbps に、制限した上で配信します。FFmpeg は 2Mbps または 8Mbps に制限して、それぞれの、結果を評価します。で、これから評価結果の説明になります。まず、サーバーで VLC を動かして、かつビットレートを 2Mbps とした時の結果がこちらになります。CPU の使用率としては、およそ 30% 前後になりまして、CPU 使用率としては比較的余裕がある状態になります。で、ご覧のように、クライアントの数を増やしても、サーバーの送信、サーバーの配信の負荷が増えないということが分かります。CPU の使用率がほぼ一定で、ネットワークのパケット送信の負荷もほぼ一定になっています。で、この時の、クライアントの様子も確認します。クライアントは PC とラズベリーパイを使っていまして、いずれも、クライアントの数が増えても、それぞれの負荷が増えることはないということが分かりました。また、PC の CPU 使用率は 30% 未満、ラズベリーパイの CPU 使用率は 10% 未満で、ビットレートを 2Mbps とした場合でも、CPU の使用率は、まだ比較的余裕があるということが分かります。で、同じビットレートで、FFmpeg で配信したらどうなるかを評価いたしました。こちらも先ほどと同じように、クライアントの数に関係なく、CPU 使用率及び、パケット送信負荷が一定であることが分かりますが、CPU の使用率が先ほどと比べて、大きくなっていることが分かります。これは FFmpeg はデフォルトでは GPU を利用しない設定になっているので、その影響がありまして CPU の使用率が増えている。 CPU を使ってパケットを送信しているということになります。で、この時のクライアントの様子を確認します。で、クライアントは、先ほどと同様に、PC では、CPU の使用率が 50% 未満で、ラズベリーパイも 50% 未満、20% 未満の CPU 使用率になりまして、クライアントの数に関係なく、負荷が一定であるということが分かりました。で、この同じ条件でサーバーで FFmpeg を使ったときビットレートを 8Mbps まで上げた場合の結果をこちらに示しました。ビットレートが上がったのでパケットの送信負荷も上がっていることが分かりまして、やはりこちらでもクライアントの数に関係なく負荷が一定であるということが分かりました。で、この時のクライアントの様子も確認しますと、ビットレートを 8Mbps に上げた場合でも PC では CPU 使用率が 50% 未満、ラズベリーパイでは CPU の使用率が 20% 未満であり、どちらも CPU の使用率にまだ余裕があるということが分かります。で、先ほどから、
クライアントの数を増やしても、サーバーとクライアント、サーバーの負荷が増えないということについて申し上げておりますが、これの考察として、マルチキャストでは、マルチキャストストリーミングではパケットを複製していることが理由であると考えられます。サーバーがストリーミングとしてデータを送信しまして、スイッチングハブを経由して各クライアントにパケットが送信されていくのですが、スイッチングハブの段階で、パケットが複製されまして、それが、そのまま各クライアントに配送されます。で、その様子はTCP ダンプを使って、パケットが複製される様子を確認しています。その結果、マルチキャストによって、パケットクライアントの数が増えてもサーバーの負荷が増えない、大きくならないということになると考えられます。で、ビットレートを2メガから8メガ BPS に上げましたが、理論上は15メガ BPS まで上げることができると考えられます。動画のオリジナルのビットレートは 15.4 メガ BPS なので、 15.4 メガ BPS まで配信のビットレートを上げることができるはずなのですが、実際には少し様子が違います。サーバーとして VLC を使う場合は、送信のビットレートを 2Mbps よりも大きくすると、所有値とか、フレーム落ちが発生することが確認できました。一方、サーバーで FFmpeg を使う場合は、もうちょっと状況が改善されまして、サーバーは FFmpeg、 クライアントが PC、普通のパソコン程度の環境であれば、送信のビットレートを 15.4 メガ BPS としても、所有値は発生しませんでしたし、フレーム落ちも確認、されませんでした。一方、クライアントがラズベリーパイであると、カクカクっと動きまして、ラグ、所有値が確認できました。ビットレートが 8Mbps よりも大きい場合は、フレーム落ち、処理落ちが確認できました。で、ラズベリーパイで、ビットレートを 15.4Mbps にすると一瞬だけ、動画が再生されているように見えるのですが、実際には30秒間の動画なんですけど、最初の数秒間しか再生されないという問題がありまして、これは今現在原因を調査中です。で、ビットレートの情報を簡単にまとめますと、サーバーとして VLC、FFmpeg を使った場合、 VLC は、サーバーとして VLC を使った場合は PC と、ラズベリーパイでのビットレートは 2Mbps までしか上げることができませんでした。で、サーバーで FFmpeg を使った場合は PC では最大ビットレートまで上げることができるんですが、ラズベリーパイでは 8Mbps までしか上げられない。これ以上上げると先ほどのように最初の数秒間しか再生されないという問題が発生してします。で、この処理落ち、フレーム落ちの問題としていくつか原因を考えました。ネットワークの帯域は狭いんじゃないかということなんですが、先ほどの実験から分かった通り、ラズベリーパイのネットワークの帯域は 57Mbps です。で、動画のビットレートは 15.4Mbps なので、帯域としては問題ない。で、 OS の UDP バッファーが小さすぎるんじゃないかとも思ったのですが、 UDP バッファーを増やしても特に改善は見られなかった。PC とラズベリーパイ、特にラズベリーパイの CPU、GPU パワーは足りないのではないかと思ったんですが、ストリーミングではなくて、PC、ラズベリーパイに
ローカルのファイルとして動画を置いて、そこで VLC で動画を再生すれば、PC でもラズベリーパイでも、ラズベリーパイの場合は VLC ではなくて OMX プレイヤーというプレイヤーなんですが、どちらもローカルでは再生できることは確認できていまして、CPU、GPU のパワーが足りないから、動画の再生がうまくいってないとも考えにくいです。で、プロトコルに問題があるのではないかということで、UDP ではなくて RTP で配信したら改善されるのではないかとして、と思いまして調整をしたのですが、やはりこちらでも、改善は見られませんでした。で最後に VLC、FFmpeg および OMX プレイヤーはソフトウェアということで、たくさんのログを出力します。でそのログを解析した結果、どうもバッファ周りが怪しいなと考えていまして、バッファが足りないのではないかとか、そのバッファに、例えばその7秒分の動画がたまったら再生するとか、そういう工夫をすることで、もう少し改善が見られるのではないかと考えていまして、現在はこのバッファ周りを、バッファ周りのパラメータを変更することで、動画再生がさらに改善されるのではないかと考えていまして調査中です。で最後にまとめに入ります。 Linux 環境で、マルチキャストのストリーミングをするということで、FFmpeg と VLC を使ってストリーミングができると。で、組み込み向けにストリーミングをするということで、ラズベリーパイを使いまして、マルチキャストのネットワークを構築し、FFmpeg、VLC を使って動画を配信しました。で、クライアントでは、OMX プレイヤーと VLC で動画を再生しました。最後に、動画の再生能力として、配信の能力と再生の能力として、評価をした結果、クライアントの数に関係なく、サーバーおよびクライアントの負荷が一定であることが分かった。ただし、ラズベリーパイでは、少し動画の再生能力が低いということが分かりまして、現在の条件では、8Mbps よりも大きくすると、動画の品質が下がるということが分かっています。で、サーバーで VLC を使った場合は、もう少し状況が悪化しまして、ビットレートを 2Mbps よりも大きくすると、クライアントの方で処理落ち、と、フレーム落ちが発生するということが分かりました。で、今後の予定としては、先ほどの、説明でも申し上げましたが、プレイヤー側のクライアントのプレイヤー側で、バッファーのパラメータを変更することで改善が見られるのではないかと考えています。以上です。質問であるとかコメントであるとかありましたらぜひ。今発言しにくいこといっぱいあるから無理。いろいろと僕が言わなくても分かるようなことがいろいろあると思うので、ポイント的にフレンジしなくてもいいんじゃない。これでですか。実際その問題発生するんじゃないですか。医療系やったら私がやってたのはこっちみたいなストリーミングで再生する側じゃなくてエンコーディングする側なのってあんまりよくわかんないな。逆に太田さんの意見をお聞きしたいな。俺にどうしても喋るっていう。でもエンコーディングした経験もあるはずなんで。エンコーディングする気してて。そうだ。何やってんだよ。いやー、やっぱり言いにくいことがあるわけですよね。なるほど。そうするとね、あとそこでやると。パパスとかその辺。そういうメモリのバスは確かに辛いところがあって以前、ラズパイの上の、なんだっけ、
DSP モジュールみたいなやつで、シムドエンザンキみたいなやつで、名前ちょっと忘れちゃったんですけど、ラズパイの上に載ってるシムドエンザンキを使ってこう画像を高速に処理するみたいなのを作ったはいいんですけど、なんかメモリからデータが取ってくるところが遅くて結局あんまり速くならないっていうのがあるので、確かにラズパイってあんまりメモリのパスってあんまり速くないイメージが、あのきちんと測ったわけじゃないんですけど、それは一つあるか。いや無理に喋らなくてもいいけどさ。まああの後で、あとでね。はい。大昔の話をするとさ、俺も10年ぐらい前やった感じは今の単独しないけど、当時はねダイレクトIOを使ってたんだよ。あとね、あの迂闊なこと言えないけど、おそらく次回のジャンボリーだと、あのもう少しいろんな話ができる人が出てくるかもしれないって何か思わせぶりなことで、ラズパイ関係はいろいろこれから出てくると思うし、あの面白いものまた話ができると思います。またあのぜひあの引き続き来てください。じゃあすいません、ちょっと一回、はい、今回あのマルチキャストを選ばれた理由っていうのと、あとマルチキャストだとどうしても問題になるのは QoS とか、それは上司としては言いたいことじゃないと。はい、あどうぞ、あの本当に自由に話してください。あ言える範囲で、どうぞどうぞ切ってください。私は あまり具体的なことは言えないんですが、うん、今まであるクライアントさんの話なんですけど、今までファイルを置いて動画を配信していたといういきさつがありまして、ただあのそれだと、マスターにあるマシンがあって、そこから動画を配信して、そこから動画をストリーミング配信に伝えている要望があったんですね。で、ただそのマルチキャストをするとサーバーの負荷が増えるんじゃないのっていう指摘がありまして、それを調査しようと思ったのが、このきっかけで、それで、マルチキャストをして、マルチキャストストリーミングで、サーバーの負荷が増えないというか分かったんですけれども、じゃあフル HD の動画を配信したらどういう結果になるのかということを追加調査する必要があるということになりまして、このような結果になりました。いいですか。はい、あと QoS は何か考えてたらいいんですけど、まあ再送ってないじゃないですか、はい、なのでなんかそこら辺 TCP だったら再送があるんですけど、まあ、DDP とか RTP だと再送があるんですけど、そこら辺に、まあ、なんか、まあ、考えてることがあります。シェアできる、なければあのメジャーに絡んでるんで、まあ、逆のところを見せておくと、まあ、あの環境、まあ、想定しても環境としてやっぱり動画がメインっていう、あのネットワーク構成っていうのはないんですね。要はあのもともと制御とか、自分の、まあ、通信上のネットワークで使われているっていう体験があって、あのでその中で、まあ、比較的データとしては次に低いものになります。なのであの基本その UDP で始めて、まあ、トレードとかを専門の仕事の効果を最初にやりましょうっていうところで、あのコンテンツを集めたり、一気に変えました。はい、ありがとうございます。
ょっと余計な話ですけど、UDP ベースで の QoS の話、4K とか 8K とかそっちの方の話なんだけれど、それでの QoS のコントロールどういうふうにやればいいかって話で、ドクター論文通したやつが、つい最近ドクター論文通したやつ、つい数ヶ月前に通したやつがいて、慶応大学の学生だった人なんですけれど、もし UDP での QoS なんて話が気になる話がありましたら、ちょっとそいつ の話であるとか論文であるとか紹介することができると思います。いいですかね。どうもありがとうございました。